ボーイス出てこれで、これ極めてね。喧嘩を道場で僕の次に負けてる。曲げて、足を出しながら近づいて、出して、この時に ここにお盆を持って。もろ手で、もろ手、もろ手の最初、これやっぱり形はいつも一緒なんですよ、このかかとですよ。ただこっち両手なんで、いつも以上に強いんで、なかなか崩せないんで、そういう時こそやっぱ腰で、このね、腰でこう入る時に、ここがこうなっちゃうんだよね。こうしてこうやると。もう腰がちょっとでも動い、ここの腕と腰、まあ、全身が常にこうウィークしてるっていう状態を意識すればどんなに感じてきたって。で、もろ手の時はもう絶対上に上げられないんで、もろ手の時は絶対上に上げられないんで、いつも通りこう下げました、肘から上げてください。その時に親指がね、返り上にすると肘から上げる時にただまっすぐ上げようとしないで、親指を少しこう、ちょっと腰がもうちょっとこっち回るんで、それでこう回って、こうもうまさしくこれ、今日やったまさしくこれなんですけど、こういう風にすると肘が上がってくるんですよ。それで、はい、これです、横面に来たこれですよ、それです。横面いきます。もうあの四方投げの時にこういきますがここでそのまま足、手をスッとこっちまでさばいて、であとは手をかがみ、あとは一緒です一緒です。あ、止めてるわけないんだ。止めてるわけないんだ。ストッパーかけてるわけないんだ。止めてないっすね。もうこう来たら、こう、スッと、こういう感じになっちゃいます。動画見たら、止めてる意味だから。もうそのまま、パンって、弾いて。ちょっと、ちょっと右側ソニーがこうやって可愛いなってるんで、ちょっとそっちは違うことだから、そっちは交差から普通に取って外して準備です。いつもやってくださいはい、ちょっとあくまで出る。友達さん用だって。両手で。両手で。まあ、いつもこう点合わせて、前手が下、こちら前手が上、上に来たら下で。で、いつもこうやって天地投げやってるでしょ。でしょ。天地投げじゃないです。ここから返して投げます。OK ですね、はい、要は呼吸動作、呼吸動作のこれをここに入れてなります。こちらは天地投げでいいです結構好みでしょ、うん、好みでしょ、うん、でちょっと頑張りましょう。なんか両手を切ったらやっちゃった。ただ今日はそういうメンバーじゃないので今日はそういうメンバーじゃないので、こうしてこう出したんですよ。うまくね、このこれ、これがグーってこう入ってくる。これ巻きかかんなくてもいいですし、できればかけた方がいいですけど、これをうまく手の連携で取れるようになって、 OK ですね。他の人たちは、白毛の人たちは、お手伝いしていいですか。はい。
なくてもいいっすよ。また。ちょっとこれができるかな。これ通る。間に入れて、うん、これをチーム回しでやるから、これで。はい、いや正直ね、俺僕が投げる固定を返すと思うのが一番楽です。首からいけた。それは投げ慣れてますか。ウォームアップでやってる横のこれでポリがこうなったらゆっくりでいいんで、相手の手の中に入れちゃうんです。はい、よいしょ。